マリモマイのダーツの旅 銀座 S スタイル。銀座 S スタイルさんは向こうが丘遊園北口から徒歩90秒と駅の超近くにあります。240台設置のスロット専門店さんです。車、バイクでお越しの方のために無料駐車場もあります。遊戯中、席を離れる際は貴重品を必ず持って離れてね。前回までのダーツの旅は、番組始まって以来初めてではないかと思うくらいちょっとだけ有益なメッセージをもらった僕たちは、負け続けていることもあり、いつもより念入りに台選びをいたしました。前日ちょっとだけ確率良くない、これにします。Z っぽい動きをしたコードギアスで頑張ろうとする僕、マリモト。これじゃないか。なんかね、いい要素が今のところないんだよ。早くも絆を見切り、ハーデスに移動したマイさんですが、これにしようかな。これも据え置きなのかな。これからどうなってしまうのでしょうか。気になるかもしれない。続きはこの後すぐ。パリンパリンは言ってる。きっと、あー、もう？ギロチン1回でだからモードがいいってことなんですよね。はい。お、そして風が吹いた。とりあえずパリンパリン言ってるんで、打ち替えたっぽいよね。ぽいぽい、わかんない、分かんない。そこうんとか言ってくれないと不安だからさ。あ、 1V7、 マリモさんいないとわかんないわ。ハーデス、今全く言わないでしょ。まあ、多分400のところに来たらヘルゾーンの、まあ、煽りがあるかないかで分かると思うんですね。その場合、続行すればいいのか、また違う台で頑張るのか。下手にね、乱れ打つとすごい大負けするイメージですね、やっぱり。で行った。これ前台してんのかな、リセット。なんかリセットされてたらイコール良さそうではないよね。そして移動します。もう今日はクオカード係になりますので、
しょうがない。でもゴッド打ってる限り可能性ありますからね。また2度目の大移動で、チャンスゾーンが、失敗に終わると、10ポイントギアスポイントを取る抽選が行われるんですよ、確かね。でそこで、その抽選当選すれば、まあ、チャンスゾーンの引き戻しみたいな感じでね、前兆を経由してすぐにまた入りますが、今回はどうなんでしょうか。一応煽りは来てるけどね、こんなまあ毎回来るって毎回来るからな。天井がですね、ボーナスプラス、ART 感で1000ゲームハマりだそうですんで、今日だけで1000ゲーム、まあ、このままハマってしまったら、その時点で設定変更リセットが、まあ、例えば同一設定ね、サンカラさんとか、そういうのも可能性もありますが、まあ、とにかくリセットしたということは確定するということですね。さあチャンス目です。さあボーナスはダメですね、こりゃ。ポイントを何ポイント取れたか。あ、前兆か。はい、あ、いった。え、こんな反対に来るってことは掴んだんじゃないですか、伝説の6を。出撃こんな入んねえから、あの本当ダメな台って。ただただ面白くない通常時をね消化して負けてくんですよ。さあさあさあ、ああ、びっくりした。これでさっき負けたからな。ほどほどに、ほどほどに、あんま信用しないようにします。弱っ。玉木の場合むしろ食らって反撃の方がいいのかな。今の追加でもしかしたらですよ、負けてたバトルが、まあ、勝ちに、書き換えられた可能性はあるということですね。まあ、追加だと相当弱いと思うけど。ああ、負けた。途中の書き換えとか無視したらボーナス引くとか、無視したら6でも 30% ぐらいなのかな。まあまあ、だからそんなに簡単に当たるもんでもないですね。お、強手。熱い熱い、赤い熱い。ああ、これは多分当たるでしょう、当たってるでしょう。あ、負けた。だっけ570ゲームで
レギュラーでございました。これなんか金色背景のキャラ紹介だと、高設定に期待できるのが設定2以上なのか、確かそんなんだったと思うんだよね。これ金色じゃない、金色ね、金色です、金色。一回もリプレイ揃わねえじゃん、ノーリプ。レギュラー中にリプレイ揃うと通常時だったらポイント加算で、ART 中のボーナスだと、ピースね、バトルピースとスペシャルピースとありますけど、そのどっちかがたまります。さあ広角、広角で何か引けるか。お、これも熱い演出がいいやもん。負けじゃない、この二人は親友で、みんなみたいに忙しい共犯だった。いや、来ないで。ソウル、一体どうすれば。さあ、負けじゃないとなると、あのパターンで負けじゃないことなんかあるんだ。あここでなんか、なんだっけな、ボーナス確定画面かな、で叩くとここに重複経験が出ます。ちょっとやってみます。ここじゃないのか、 どっかのタイミングで、あ、揃えてからかな、揃えてからだ、揃えてよかったんだ、無駄にコイン使っちゃった。ここか、押すと出ます。よくわかんないときは、今みたいにもうはっきりしてるときは別に押さなくていいと思うんですけど、なんかいろいろ引いてどれだろうっていうときはね、一応押しといた方が、まあ、いいかもね、見たい場合はね。お、ラストでこれが多分もう一個だったらワンリール確定だったと思います。あ、さあ残念ながら C2 揃いはございませんでした。では2代目のハーです。あ、やだ、もう、え、一発目からでもそこで当たったらお父さんがってことですよね。もうあの当たらない気しかないですけど、ダメだった。あ、また行った。
6ゲームで態度してよかった。まあ犬だよね。とりあえずあの台を打ち続けなくてよかった。264枚。こんな人まで行った。チャンス目でしょうね、きっとね。スイカはないでしょう。熱い。さあ、青でしょうか。出てこない。あ、出てんじゃないのこれ。出てこない。外れた。あ、残念ながらボーナスはございませんでしたが、チャンスゾーンにそろそろまた入って、いただけるんではないでしょうか。ああ、2度目の、ん ?3 度目のチャンスゾーンでございます。さあ、3度目の正直なるか。なってほしい。おや、いきなりダブルアタック。ダメだ、これはダメだ。当たりません、ART。 さあ、2万円使ってしまいました。まずいね、これは。まずいぞ。本当にこの台いい台だろうか。ちょっと自信が、まあ、そもそもそんなあったわけじゃないけど。一つは上がった感じですかね。でも青。ラストです。残念。あー、熱い。外したくないよ赤は。
で、されました。悪くない。さっきのライト全然違う。ワンちゃん以外が見たいよ。おお、おお、たくさん乗った。130、頑張りました。精神的ダメージが。いやー、なんか全然なんもないですね。取っかかりがないですね。ただまあそういう状態が続いていきなりドカンと来る仕様でもあるっちゃあるんで、まだ腐っちゃいけない気もするけど怖い。あ、いらっしゃいました。チャンスアップ。さあボーナスあるのか。なさそうだな、これは。行かない。お、全長。俺たちのリーダーはゼロしかいない。さあ入るんでしょうか。そろそろ入ってくれないと。かなりやばいです。3万円、今日1086ゲーム回しておりまして、3万円使っております。全部最後までいった。さあどうか。お願い、行かない。マジで。いやー参った。まだ500ハマってますよ。だったら最初ね、そのままハマって ART1 セットでもいいからゲットしておきたかったよね。唯一設定変更の痕跡を、見つけられたというか感じられたこの台が一番負けてるっていう、すごい理不尽なことが起こっております。フリーマガジンジャンバリ関東版、皆さん見ていただいてますか？ジャンバリ .tv 全面協力のもと、
プレイヤーが知って得する情報が載っています。ぜひお近くのホールでゲットしてくださいね。ね、たくさん黒バラの漫画も持ってるぜ。